でも話ついてるんですかはいあー<あ>すんません、はい、何あの男じゃ嘘ついたってこと、うん、ワンちゃんそうですねはいなになになにちょっと大丈夫かこれあ、これこれあ分かったもし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 はいはい相談があるということではい はいいお願いします、えっと、1年前くらいに付き合ってた彼氏いや1年前じゃない2年前くらいに付き合ってた彼氏のとの間に子供ができてしまってで中絶をしたんですけどはい、はい、その費用を私の母が出してく,れ、うん、くださってでまだ後で建て替えるみたいな話しちゃったんですけど彼氏が、ね、お金が返ってきてなくて、うん、で、えっと、グループ LINE を作って。 で返しますっていう約束を確定させる場をこれこれさんに作っていただこうと思いえー、でも2年前でしょそれ今も連絡取れるの、はい、っとえっと彼氏と直接は連絡は取れるんですけどとおとかりの両親と兄弟とは連絡が取れるんですよえじゃあ兄弟に連絡したらいいやん しました今日しましたあ,あそうほで,でもその両親に連絡しても効果がなかったので両親はなんて言ってんの向こう向こうのそのあれが離婚しててですねお母さんははい伝えますすなんかすいませんみたいな感じでお父さんからはお父さんなしでもでも母親の方は伝えますって言ってで返されてないだから伝えますじゃねおめえが代わりに払えて言えばいいじゃんそうですね言いたいんですけど <laughs> 2>, 2年前の状況から察するにちょっと母親の方があんまり権力がないような状態でそうですねそのくらい強く言いたいですねじゃあちょっとグループラインを作っても大丈夫ですかえ,おえ,え誰とのグループライン元彼との両親とは連絡が取れるわけですよえー、だけど元彼の両親と俺とあなたで3人で、ね、グループラインで話すってことですかあそうですあまあまあいいけど出ののかなこの時間 はいはいまあじゃあじゃあグループじゃはい大丈夫ですよ。お願いします。確かに癖がありますねあなたね。えどの辺が出た？うんあなんか独特な雰囲気を醸し出している。あ<え>別に悪い意味じゃないですよ。<え> <laughs> 悪い意味じゃな,じゃなくて。あはい。ちなみに何歳ですかね。今年二十一ですね。はいはいはい。相手の親とか出るのが。それなんで否認しなかったんですかね。もう結婚するつもりだったんですよ。わお。なんで別れたの？ 向こうの親がかなりやばいそんな親とこれこれさんを会話させるのって感じですよねんかすいませんあいやいいけど何相手の親がやばいから何なの家事とかがなんかできてないからなんか未熟だから中絶した方がいいみたいなのずっと言われてああなたがねあなたが家事とかできないから<あ>未熟やからあなたたちじゃ子供育てられないでしょって言われたってことか、はい、ああそうです財力もなければねあれだったらまあそりゃそうなんじゃないってなるけど グループ通話に聞いてる。<laughs> はい。え別にだからそれ親がやばいって感じじゃないけどえでそれ言われてあ<ん>まあでも中絶してでな、うんで別れることになるの、えっと。こんにちは。えなんで別れることになったかってですか。はい。まあいろいろ。いろいろいろだって親がやばいから別れたみたいな言い方やったやん今。まあそうですね。でもなんか違うくねえ実際何で別れたの。うんまあこんにちは。もうよくわかんないな。 あー、えっと、あんまり向こうの家庭の事情は言いたくない。ですみません <laughs>。相手の家庭の事情。多分でも、来れないですよね。この時間だと。まあ、それはちょっとどうかわかりませんけども、なんか電話番号とかも知らないんですか。元彼の電話番号ならわかります。わからない。じゃあ、もしかしたら繋がるかもしれない。てか、な、元彼に直接連絡しないよ。うん、でも、なんだろう、勇気が出なくて、電話をかける。じゃあ、僕がかけましょうか。 わかりました。うん、わかりました。じゃ、二年前の元カノの知り合いということで<へー>。はい、すみません。お願いします。えっと、笑うとこではないです。あ、はい、すみません。お手数おかけいたします。すみません。あ、もしもし。もしもし。あ、すいません。いや望をそこに、あの、ちょっと二年前の元カノの連れなんですけど、僕。はい。あの、中絶費用のあれが、まだ帰ってきてないんですけど、あれってどうなりましたかね。費用え。 多いじゃないですか。多いじない。水川の県ですかね。な何？ち水川さんの県ですか。え？水川さんの件で当たってます水川さん？はい。ああ<ー>、でもってるやん。そうそうっす。あのだから二年前のフ案がガあフえっ、ー、と本、えー、も元元からです。すみません間違えました。はい。はいはいはい。あであのー、中絶費用がまだ。ああはい。えあれってどうなりましたか、ね。一応その金週、うん、日曜日の午後 にえっと向こうの親とは一応話して振り込むんでっていう風にあ何ももうに一応話はつけてあります振り込みっていうことでも話ついてるんですかあはいすみませんいやちょっと自らの連れではい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 あのずっとなんかあのないでシカトしてるみたいな聞いててえシカトしてないあそうなんですねすみませんねやもうえっと振り込みってちなみにいつですかね。 日時つっていうのはまだ伝えてないですね。伝えてない。あいやそれ聞きたくてお電話もしてる感じなんですけど。あそああ,そあ,あ来月半ばまでには。来月ええとじゃあ7月の中旬までにはで7月の15日までにはってことですかね。はいそうです。あ OK ですじゃあ7月の15日までには振り込みするでをですね。はいはいちなみにいくらですか。一億ですね。5万円。ちょっと待ってくださいね。自らに確認する。来5万じゃないです。え自ら5万であってる？いやあってない。ないくら？ 10万あごめんあの自らに聞いたら10万って言ってるんだけどああ一応その件に関してなんですけど一応親と話してで自分がちょっと10払いきれなくていろいろあってそれで親と話した結果10じゃなくて5からで自らの母ちゃんと話して5万円でって話になったってことははい、はい、はい、なるほどじゃあ自らの母ちゃんがそれでいいって言ったってこと ね、めっちゃ本名言うまあそうかじゃあちょっとそれ自らの母ちゃんに一回確認するけどえっ、ー、とじゃあ7月の15日までには5万円払うってことねとりあえずそうですね、はい、OKOKOK、okay, okay, okay. ちなみに10万円払う気はないってこともしもしそうですねまあ ?10 万は払う気はないでも半分返ってくるだけでもあ,あちょみずうるせえ、はい、ええっど,どうなの そうですね今10万払う気はないああまあじゃあその半額の5万は払うみたいな感じなんだああ OK ですそうです別に僕もね強制で払えって言ってるわけじゃなくてどういうつもりなのかなと思ってうんまあじゃあ7月15日まででも約束通りねじゃあお母さんと約束したんだったら払えばいいと思うよ本当にあとまあ否認はちゃんとしてねじゃあそこはああすいませんうん。からやっぱ体傷ついてるわけやからはいじゃあごめんねこんなやぶ遅くにああいいですいすんいほんとはいじゃあねはいはいどうもはい えっとみずか五5万円は4月の15日までに払うってはい4月ので母ちゃんに聞きなそれ母ちゃんにんで母ちゃんから連絡って二22日に母ちゃんと話をしてそういう話になったって言ってたでちょっと待ってくださいねファイルがあってはいファイルがあじゃあこれも違うこれかなあじゃあこれも違うじゃあこれもちょっとすいませんえっと何何何人の話聞いてる聞いてます聞いてますえ待ってもし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 ちょっともしもし <え>すいません,すみませんあのこれ何かしらあの、はい、病気ある方ですかこれは分かんないです多分ちゃんと自信はしてないけどあるかもしれないですえっとえ,っと、えだから母ちゃんから聞いてないんだよね聞いてないけど聞いてないけどお母さんは甘いから多分我万でいいっていうのは多分言ってるのかもしれないですあだからそれをお母さんに確認し,しなよ確認したいんですけど今日会話で聞いた感じでは そういう感じのことは言っ,てなかったでいやでもまあまあ明日でもいいから確認しなあの元カレに電話して確認したところお母さんとあの7月の中旬半ばまでに、えー、と5万円払うっていう話で落ち着いたって言ってたけど、はい、本当ってわかりました聞いてみます、うんはい、じゃあんで聞くか今はいどうぞえっとまず5万でいいって言ったのは本当かっていう確認とあと7月の15日に7月の半ばね 半ばに振り込むっていうのを伝えるっていうのと。<laughs> まあ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 、<laughs> すみません。<laughs> ちょっと緊張してて <laughs>。ああ、まあ、緊張してこうなってんのね。うん。お母さんには一応七月の十五日に、半ば、半ばに来るかもっていうのは今ライン送りました。うん、は、あ。お母さんに確認するのは、振り込まれるかもじゃなくて。えっ、ー、と、元彼と話した結果、はい、元彼が、はい。 お母さんと話して待って待って待ってお父さんから電話かかってきました。このグループラインにお父さん入れていいですかちょっと待って。ちょっと待ってね。すみません、いいですかあちょっと待ってお父さんに確認取ります。まずごめんなさい、これこれさん。うん。ごめんなさい。いや、いいよ、いいよ。ちょっと大丈夫かこれ。ああ、ごめんなさい。お父さんが5万でいいって言ってないらしいです。何えっと、お父さんが言うには。 5万でいいいいっって言って言ないらしいで,すえでもお母さんがって話だったよさっきの男がそうですねお母さんは前からもしかしたら言った可能性もあるんですけどだ,だからそれを確認してくれって言ってんのよあ,あ違うもしかしたら今お父さんとお母さんが一緒にいる状態でうんじゃそれはあの今聞きないお母さんいるのって一緒に、うん、あ聞きます何あの男じゃ嘘ついたってことワンチャンそうですねそうですね一緒にいるから5万でいいとは言ってないらしいです5万でいいとは言ってないって はい言ってないそうですえちょっと待ってグループで五万で言ってないのねとりあえずいはい言ってないそうですじゃあもう一回かけるわはいあーごめんごめん何度もすみませんあの水川の連れです今水川の親に確認したんだけど五万でいいって言ってないって言ってるんだけど、はい、あーそうなんですかえいやそうなんですかってあ,あんたさっきそういう話だったんじゃないじゃあそしたらあの メールの履歴残ってると思うんでラインのラインの履歴は残ってる、はい、ああほんまに LINE の履歴ってあのツイッターで送ってもらえたりできるあ,あはい大丈夫ですよああ、はい、じゃあツイッターの ID が KOREKORE、e、で、えー、と数字の1と9です KOREKORE19 ですあはいでこれに DM でじゃあちょっとやりとり送ってもらってもええかなああわかりましたああほんますいませんおおきに入り。 あ,あ、すみません。うん、じゃ、あ電話じゃなくて、LINE のやり取りなんですね。そうですね。母と、その元からは、元。あ,あ、水木、黙って。いや、ごめんね。別に、なんか、大事にしたいわけじゃなくて、普通に、こう、事実確認したいだけだからさ。はい、一応、自らの母親は、そんなやり取りしてないって言ってるみたいなんだよね。うん、ああ、はいはい。これ、これ、配信者でいいですかね。ああ、それだね。うん。あ、これ、これ。あ。分かった。え。知ってるんですか。僕のこと。 ますよああまじっすかいやちょっとんかそういう人たち叩いたりとかいやいやいやそういうわけじゃないですいやちょうど本当に偶然なんですけどみずかの連れなんですよ本当にあーでももともとなんかみずかさんがファンらしいですもんね結構知り合いみたいな感じで聞いてたんで知り合い<ー>あー、まあ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 そうなんですねえっみずか俺のこと知り合いって言って,た言ってました 知り合いまあまああの野郎、ちょっと後で怒っときますわ。言うなっつったんですけどね。<laughs> あいつ言うなっつったんですけど。<laughs> 結構あの、ボカロピーとかいろんな配信者と絡みあるみたいな。ああいつ俺の、俺とのことを言ってんなまあ、それちょっと後で叱っときますわ。<laughs> かあじゃあ、ちょっと怒ってもらっていいかな。言葉を はい送りました言はちょっとおかしい感じなんですけど、<っ>こんな感じで、えー、っていう感じですね。ああ、まあまあ確かに、ご振り込みお願いしますみたいなふうには書いてあるわ、確かに。でも、いでやり取りが2023年の12月9日だね。はい、明日、一応だいぶ前になります。で、君はなんでこんな時間かかっちゃったの 飲職で、ちょっとあの、名前だけ店の2番手っていう感じで使われて、給料とかも、総支給が30何万ってあるけど、明細上、30何万ってあるけど、鳥もれだとか、そういう自分が関係してないところのお金が引かれてて、店全体の営業としては関係あるってなるんですけど、ホストそういうのが、ホストじゃないですよ、キャバクラのボーイです。あボーイ。はい。で、それで結構、 こうもう給料の半額以上とか、3分の1とかは平気で持っていかれて、そこからなんやかんや引かれて、生活するだけでいっぱいいっぱいだったっていうのがありますねあれでもちょっと待ってさ、<気>母親と話したのは6月の22日って言ってませんでしたいや6月っては言ってないですあ、えっと話したのが、最後話したのが22日ですね、日曜日に。 あみませで振り込みお願いしますって来たんで、ですみませんって、はい、遅くなってすみません、分かりましたっい,<ー>い,いはい。じゃあ、金額の,あのやり取り自体は、えーと、去年にあって、今年の6月に、ね、えと振り込みお願いしますって催促が来ただけってことか。あそうです、ねまあ、でもちなみになんか、自らの親はあの5万とは言ってないとか言ってるから、まあ、おそらく多分10万返してほしいみたいな感じなんだけど、まあ、無理ってことだよな。あー まあ、例えば、じゃ、あ今年中、まあ、今五万円は、その七月の半ばで。で、残りの五万円は、今年中とかじゃ、はいや、難しいの。いや、あの、できないっていうわけじゃないんですけど。これって。ええー。いや、いや、なんか、思うことあるな、言って、えで、ー、<あ>うん。あ、これ、今、水らって聞いてます。あ,あ、水ら聞いてる、うん。あ、まずい、み、自らが。いや、全然、その方がいいです。あ,あ、オーケー、オーケー。うん。 このののプライベートの方の話になるんですけどいやいいそれは自らなんか隠してる感じもしたから俺に、うん、えっと自分の実家の方に2人で来てた時期があったんですけど34ヶ月ぐらいその時にちょうどにし妊娠が分かってまあ親になるからっていうことで、まあ、自分のお父さんが結構家事の教育がちょっと厳しめで細かいことを結構 言ってくるんですけどでそれでそういうのを家事とかそういう生活サイとかができてないから水川はダメって子供がいても,もう俺は絶対認めないって話をされた時に子供はもう許していて俺はもう水川と結婚する気でいるからっていうのを2ヶ月ぐらい説得してたんですけどここにいた間のだから水川もあと1ヶ月だけはちょっと我慢してくれって話があったんですけどあ<の>自分も宮崎に行くと予定があったんでそのあとすぐなってたんですけどそれが来る前に1ヶ月前ぐらい宮に 自が飛んだんはい実家の方に飛ばれてでお父さんもその頃ちょっともうお前がもうそこまで言うんだらって言い始めてたんですけどだからもう,もうこんなってやるやつだったらもう絶対ないって言われてああじゃあ結婚を認めるような感じになってたタイミングで自,が、えー、自ら飛んだ、まあ、それでやっぱりもう結婚は無理だってなったってこと、ね、飛んだってのは詳しく言うとどういうことなん自分が仕事行ってのて、まあうん お父さんも仕事行ってて妹たちは学校行っててっていう形だったんですけど、うん、お家に帰ってきたら自らいなくて、電話したらみ長崎にいるよって言われて、なんで長崎って言ったら、いや、なんかもう耐えれない、無理だからみたいな感じで。え、長崎っていうのは自らの家あそうです、ね、あ、家に帰ったってことなんや。まあでもそれとあのお金の話はあんま関係なくね あいやだから満額は払いたくないっていう話なんですよ。ああそうえーうん、これで自らに何の日もなくて俺が一方的にお前とはもう無理やっていけない突き放してたりとか<ー>俺が浮気してるとかいうのがあれば全額ってのは分かるんですけどいやでもその考えは良くないよそれなんで男が払うかなるかっていうと例えば中絶する時に 痛い思いとかするのって女性の体なわけじゃん。だって男って出すだけじゃん。だから基本的に男が払うもんなのんよ。まあ、そういう費用っていうのは。それはわかるんですけど、うん。まあでも嫌なんだ。まあ,まあそういや、まあ、ま,あまあまあまあ。理的な痛みとかはわかるんですけど。うん。それを踏まえてもこっちのやっぱ気持ちいいっていう部分でどうしても納得がいかないところがあるから、うんまあそうなんや。 まあいきなり家出てくようなやつだからもうこれはもう折半でってことなのね、まあ、一応あとあの今親父の方から連絡が来たんだけどまあ5万だけでもとりあえずおめ,おめえがずっと払わねえから5万だけでもっていう意味であってあくまでも10万っていうのがまあ相手の親の意見らしいです一応ね伝えておくとはい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 まあ,まあここであなたがどうするか分からんけどまあでもひとまずじゃ七7月半ばには5万は絶対返すってことねそそううですね一応まあその辺に関してはもう そっちの親と、えっと、話して、お母さんの方とは連絡取れてるんで。はい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 。わかりました。了解です。ちなみに、<ー>なんで静かと、<あ>静かに、えっと、みずかと別れたのあその件があってからですね。うん、<え>もう、もう大丈夫です。もちろんないんで。それこそ、子供じゃあ、みずか、静かにしろ。 普通に産みましたとかってなるじゃないですかで今一応自分も妻子持ちなんですけどえっ待ってちょっと聞いてなかったえああなた妻子持ちなのはいあはいもう結婚してますよはいあじゃあみか静かにしてもらっていいあ今妻子持ちなんですかえーあそうなんですねそうやっぱど、はい、生まれたら大変っていうまあ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 、まあ、いやまあそうっすけどねで、うん、それなんていうんですかこ としては、いや、このくらいって言ったら悪いんでしょう。良くないでしょうけど、やっぱ。まあ、じゃあ、半額がまあ妥当だろうみたいな考えなのね。こういう内容で飛んでしまうようだったら、子供が生まれてから絶対やっていけないなっていうのとか。あと、日頃の生活面を見てて、一緒に生活する。 これからやっていくってなった上でやっぱいずれ、まあ、離婚だとかそういう話になるんだろうなっていうふうに思って、うんまあ、それだったら、はいまあ、自らも夢があるで自分もやりたいことがあるっていうふうな感じだったんであの時は。はい、まあ 子供っていうのは二人の間にいない方がまあこれから付きまだ長いからうまくいくんじゃないかなみたいなつかもうなりして別れたっていう感じですね。うん、はいはい。まあまあわかりました。じゃあ7月半ば5万で。<laughs> ちょすみませんね何度も電話。あいや全然大丈夫。わかりましたわかりました。了解です。じゃあ失礼します。すみませんすみません失礼します。申し訳ございませんなんかありがとうございます。はいまあもう二人のことなんでね、はい、まあこの5万返すがもう 限界がな。まあ、私はこの場でいろいろ言うっていうのは絶対したくないので。いや、言ってるやんもう。<laughs> いや、うん、なんか、その、流れ。え、ちなみに、なんで飛んだの。いや、もう、それも。黙って。向こうが、自分がいいように言ってるんだったら、もう、それで大丈夫です。私は、もう。いや、いや<っ>、いや、じゃ、じゃ、じゃなくて、な、なんで飛んだのか、理由は聞きたいでも、普通に。なんか、その、他人の家の事情、あんまり言いたくない。<laughs> すいません、なんか <laughs>。いや、い <laughs>。 ままあまあ分かりましたはいじゃあ言いたくないのね向こうの家にその末っ子がいてまだちっちゃいんですだからあんまり言いたくないですなんか相手の家庭が壊れてしまうかもしれないからってことああまあそうです、ね、もうでもそういうぐらいレベルみたいなそれくらいのレベルのことをされたとまあそうですねんかまあやばかったのでちょっとあんまりあのちっちゃい子がいるしあんまりいい。 言いたくないですこの場ではすみません。あああとちなみにか僕のこと知り合いみたいなことに言ってたの？言ってないです。言ってない。はい。大好き。うんまあちょっと分からんけど本当のことはどうか。まあまあまあわかりました。はい。はいありがとうございますこの場を。いやいやまあ君がね納得するのはいいですよこれで。はい。はいありがとうございます。はいどうもです。はい失礼します。 うんまあ、というね、ちょっとね、なんかあったのかな、元彼の家に居候してた時に、親父から何かあったのか <laughs> もう、そういうふうに思っちゃうよね、今の感じだと。